元田はじめから1938年10月1日は、明治、大正、昭和期の日本の政治家、声優会の長老、豪和国崎、第25代衆議院議長、低信大臣、鉄道大臣を歴任した、中央大学創立者18人のうちの一人、きつ藩の受学者の養子、文国二国東軍内裏に、医師、井の又映像の子として生まれる。 きつき藩の藩主、元田忠の養子となる。1880年東京大学法科を卒業。弁護士となる。第一回衆議院議員総選挙に当選し、以後当選16回、議員生活は44年にわたった。当初は、大政会、国民協会、帝国党に所属した後に、立憲政友会の結成に参加、衆議院副議長に3度選出されたほか、第一次、 山本昆米内閣の停心大臣、原高内閣の鉄道大臣として入閣している。高橋惚歴内閣でも留任したが、中橋徳五郎、山本達夫と共に、高橋首相との間に反目して、政権崩壊のきっかけを作ったために一時党を除名された。なお1910年5月6日には、自宅において、菊子夫人の実定に、 刃物で切り付けられ負傷する事件が起きている。その後、声優会が対立する、県政会とともに、第二次五県運動に参加したことに対しては、批判的で、同じくこれに反発する、常並武次郎とともに、声優会を離党して、声優本党を結成するが、五県三派の崩壊後に今度は常並が、県政会と合同して、立憲民政党を決闘すると、 元田はこれを批判して、金光道原少数の合同反対派を連れて、声優会に復党した。声優会が政権を奪回した、田中義一内閣時代には、衆議院議長に選出された。1930年の第17回衆議院議員総選挙で落選し、政界を引退。百三十二年には、十四歳にして、政党出身者で初めて数密顧問官に、 信任される。ありがとうございます。